刀名遺南番鉄を武州江戸越前安継、安土桃山時代、特別重要刀剣、越前安継元7年9月9日は、安土桃山時代から、江戸時代の越前国、武蔵国の投稿。下坂派の刀領格で、名を送電し幕末まで、江戸幕府御用単野を務めた家系である。 初代高次の出自は半然としないが、美濃国赤坂千住院派の光栄と言われる。大美国長浜市下坂が小国で、下坂市の、岡海丹屋の下坂八郎左衛門の息子または弟であると言われる。なお、下坂一左衛門と言った。初期作品では、肥後大城、下坂の名を刻む。慶長年間の初頭に、越前に移り住み、越前北の小藩主。 結城秀康のお抱え担也となったと伝わる。この、秀康の推挙により、慶長10年か11年頃家康、秀忠に召されて、江戸で担当を命じられる。腕を認められて50人口の主文大遇に預かり、家康より、安氏の字を賜って、光次と改め名葵の御門を作刀の茎に切ることを許された。故に御継、御門光次。 青石も坂と称される。越前と江戸に格年交代の勤務を命じられている。安次本来の作風は、石炭や風の糸め肌にワンレに、互いの目が混じり、砂流しのかかる波紋を焼く。寸布器によれば、玄羅岩園うるう6月16日、二条城にて、大阪城落城の際、昇進となった名物や、天下の名刀類の創作と再破を受けたまわっている。これを機に、 それらの写し物も手掛けるようになったため、総集サダムネをはじめとする総集伝の作風を学び取った影響が出ている。なお、これら写し物の多くには、本田成のあ重の所持名のあるものが多く、彼は、継ぎの有力な講演者であったと考えられる。作刀に、見事な彫り物のあるのが多いが、これは、越前の彫刻家である、紀内はじめもによるものである。 重要文化財指定の作に、厚田神宮への奉納の青い門の脇差しで、竹と梅子の彫り物がある作がある。ほか、重要美術品の刀もある。南蛮鉄を用いた、最初の刀工だと言われ、伊南蛮鉄の天命が見られる例が多々ある。着手である二代孔次はなお、下坂一の章、入道して、光悦と言い,い、旗本の水野重之や安倍正幸とも交流した。 六方者であったらしいが、儀量も確かで、将軍秀忠にその才能をめでられて、江戸帝中となり神田高屋町に屋敷を褒美に与えられた。作風は初代とほぼ同様で、初二代とも高世の技物の番付けにも名を連ねる。二代高継ぎの没後、二代高継ぎの着難右、馬之助が若年であったためその叔父である初代高継ぎ。 三男の白江門の間で後目争いが起こり、権限様を取り立ての家柄ということで越前末、平家の家老たちや安倍正幸らの仲介により、三代目は右馬之助が江戸下坂家を踏襲し、白江門が越前下坂家の文家を継ぐことになった。以降も、江戸安継家は明治頃の十二代まで、越前安継家は幕末の九代まで続いているが、 作風は、浸透一般のものと大差なく、四代以降は両家とも、作刀も少なく、技量も劣る。ありがとうございます。